はい、今日は銀のキョロちゃんチョコボール、あったらラッキー金箔付きを買ってきました。5つあります。最近ここ数日の動画はね、スクイーズ関連動画ばかりだったので、久しぶりにまたね、商品紹介食べ物動画です。宣伝というかね、報告なんですけど、今週金曜日の生放送は飲み会があるため、土曜日の、はい、夜10時からを予定しています。ぜひね、ご覧いただける方はコメント欄とかでね、参加していただけると嬉しいなと思います。ということで、はい、報告も終わりましたので、こちら開けていきたいと思います。あったらラッキー金箔付きって言って、どのぐらいの確率で金箔付きがあるのかどうか分かんなかったので、5箱買ってきましたね。金のチョコボール、金のキョロちゃんチョコボール、これで金のエンゼルが出たら、それまたいいですよね。ということで、今回も金のエンゼルを狙いながら、金の金箔付きを出していきたいと思います。普通にね、ココアビスケットのチョコレート、これはね、前にもね、あった味付けというか、私の好きな味です。はい、一応ね、袋ジップロックというか、ロック付きのね、袋、フリーズ専用のやつを買っておきました。これね、開ける音とかね、こういう音とかが好きだよっていう人もいるので、ちょっとここから静かに開けていきたいと思います。喋らないでですね。ではゴミを捨てて、開けていきたいと思います。まず1箱目、これね、金のキョロちゃん缶が当たるらしいですよ。7月1日の消し印から11月30日まで有効だそうで、いいですね。では開けます。残念。あ、11月30日までは騙されちゃう缶詰もお選びいただけます。前のね、缶詰も選ぶことができる。これはもっと長期間で有効なのかな。はい、金箔付きは、あ、あ、あり
率的に低いわけじゃないですね。一箱に一個入ってるかどうかぐらいかなと思ってたんですけど、意外とありますね。はい、では。金箔じゃないものをまず、これですね。金箔じゃないもの、いただきます。うん。美味しい。この味付けというか、この味の、ここはビスケットと普通のチョコレート、組み合わせがいいなと思います。そして金箔のあるもの、はい、こんな感じでね、うっすらと金箔があるかと思いますね。宇宙の星みたいな見た目なんですけど、はい、これが今回一箱で一つ二つ、これはないですね、三つ、四つ、五つ、六つ、はい、全部で六個入ってました。で、二、四、六、八と全部でこの箱の中に16個、2、4、6、8、16個ギョルちゃんのチョコボールが入ってたんですけど、16個中6個金箔付きでした。金箔付きだけ保存していきたいと思います。一つだけ食べようかな、金箔付き。はい、ではまあね、金箔自体にね、味はないので、うん、先ほどと変わらない味かと思うんですけど、いただきます。うん。金箔感がありますね。適当。美味しいです。味は普通に変わらないんですけど、気持ち的に、うん、ちょっと贅沢。では次のキョロちゃん、よいしょ、はい、外れですね。では出していきます。今回は何個金箔があるんでしょうか。はい、一つ、二つ、三つ、四つ、お、四つかな。これ入ってる個数はそれぞれに違うみたいですね。うん、四つだけ金箔付きでした。はい、二箱目開けました。では。次の箱、はい、エンゼルは出ません。あら、落ちてしまった。ん？あれ？チョコボールがあった。はい。金、一つ目、二つ目。しか入ってませんでしたね。まずチョコボール自体の個数も箱によってなんまちまちというかね、大きさというか、そうですね、多分一個一個の大きさが違うからなのかな。チョコボールがね、一箱に何個入ってるとかね、普段数えてなかったので意外と個数がバラバラなんだなっていうふうに思いました。次の箱です。
1、2、4、ハート、2、4、あ、これも16個入ってますね。で、金、色は2個、3個。3個かな？はい。意外と2、3個が多いかもしれないですね。空っぽです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 。ラスト1箱。はい、開けたいと思います。今回エンゼルは、はい、出ませんでしたね。うん。おとととととと。で、2、4、6、ハート、2、4、5。はい、全部で15個入っていて、金色、金箔、1、2、金箔が2個かな。うん、結構やっぱり2個3個が多かったですね、金箔付きで。一番ね、大きい金箔はこれかな。うん、あとはね、細かくてほとんど、あー、時々見えるくらいの感じで、あとはもう粉ですね、粉末。本当にうっすらと見えるぐらいでした。結構ね、ありましたね。うん。では、残りの、こちら、食べていきたいと思います。はい。ではね、今度は、食べる音です。ね、食べる系の音、苦手な人は、ここでね、動画を終わりにした方がいいと思います。では、金箔以外のものを全部食べていきたいと思います。いただきます。
コレートねとココアビスケットがね美味しかったですね。もっとビターでもいいかなって思うんですけど、うん、サクサクしていて、このお外の暑さというかね、部屋の暑さというかで若干溶けかかっているチョコボールこれまた美味しいなと思いました。ちょっと途中でね、あの救急車の音がね遠くから聞こえてくるというというところでね笑ってしまいましたが、はい、今でも聞こえますね、救急隊。このね暑さで結構熱中症の人とかね、うん、あのそういう倒れてしまう人とかもいるので、しっかり水分補給をとして体調管理していきたいものですね。皆さんも救急車を呼ぶというようなことにならないように暑さを乗り切っていけたらなと思います。ぜひ涼しい部屋で動画を見てくださいねではおしまい。これはちなみに冷凍庫保存ですまたちまちまとちょっと贅沢な、ちょっとしたご褒美に食べたいと思います。おしまい。